今回はこのシーンってさ、尊厳破壊として相当芸術点高いと思う。に対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。尊厳破壊として相当芸術点高いと思う。自分はおもちゃであると分かってしまい意気消沈するが、それでも自分はスペースレンジャーである一縷の望みを捨てきれず窓から飛び立とうとするが、無様に階段へ転げ落ちていき誇りのみでなく片腕をも失ってしまい呆然とする。しかも BGM も音符信じてる空は飛べないだもんな。制作陣に人の心はない。約10年ぶりに見ても悲しみしかない。その直前にあの一郎急に飛び出そうってこぶさせるののポイント高いよね。結局無駄だってのに。これかしずっと信じてもだと思ってたわ。ピクサー関係の作品は基本的に尊厳破壊がすごいし、悪役の末路もえげつない最後が多いよね。食物連鎖の定義通り鳥に食われたホッパーとか、マントがエンジンに絡んで引きずり込まれて爆死したシンドロームとか。ロッツォの末路もかなりえげつないよね。おもちゃにとっての墓場とも言える周期漂うゴミ捨て場で永遠に身動きできずにうろついつづけるし、焼却、衣装の報いを受けるわけだしな。まあこいつの独裁政治での犠牲者を考えれば残党すぎるが。2の中盤に出てきた陳列棚未開封バズもあんなんだったし、開封、コールドスリープ解除って認識だけど、全国の子供たちのおもちゃ箱にお迎えされたバズ、ライトイヤー人形はみんなやらかしてたんだろうか。そこは1の序盤のバズも小道から高くていいやつですぐ周りの人気者になれたから、スペースレンジャーキャラのままでも意外となんとかなったんじゃない。その意味で本当にやらかしと構成が心配なのは悪の帝王ザーグやろ。すぐ後に仲良くキャッチボールしてるからまあ大丈夫じゃないかな。あの親子好き、元ネタ含めて完全にこのノリだよな。お前はおもちゃというのも設定でレーザーは出ないし空も飛べないってすごく丁寧に丁寧に心折られていくよね。再発にウッディのプライドをせしおる。これ以上ないほどの尊厳破壊が行われてるんだよな。部屋中がバズ一色に染められ、愛する主人はバズに心奪われ存在に扱われ、周りの親友、友人も自分より奴に夢中。すべてがストレンジトイストーリー。ずーっと正義役だったのに、まさかのメイン悪役やらされるのはやっぱり保安官設定も相まって耐えたんだろうか。ゲシーの過去の歌も結構心にくるんだ。おもちゃとして幸せな日々から少女が成長するにつれ徐々に必要とされなくなり、何年ぶりかに主人と一緒に車で出かけることになり嬉しさに胸が熱くなるが無情にもただ遠くに捨てられに行くだけだった。捨てられたんじゃなくて寄付に出されたんだよ。普段陽気なジェシーが倉庫に入れられるときとアンディに捨てられたと勘違いしてる。ジニは過呼吸になってんだよね。ウッディが来るまで倉庫に長い間放置されてたの。おもちゃが意思を持つ無機物である世界観なら悪くすればブルックの無限地獄とも言える過去に近い状況だったのかもしれん。おそらく本人的に黒歴史だろうけど、2で自身の新型と出会い恥ずかしかった頃の自分を見させられることになり、3で再びスペースレンジャーモードになり、しかも敵として洗脳され結果的に仲間を傷つけてしまうとどめに最大級の期待であろうスペイン語モード。一体バズが何をしたって言うんだ。終盤の切羽詰まってる時でのスペイン語モードはマジで卑怯なんだよな。何度見ても笑ってしまう。本人にビデオに撮ってみせたい。でも共有ワールドであの共有たち、自分が本物だってるぞショーみたいな感じで笑ってたから今見せてもバカな奴がいたもんだくらいで済ませそう。なんでおもちゃの自覚なかったんだっけ？出荷直後のほとんどのおもちゃは大体ああなんじゃないかな。自分の設定を信じてるけどおもちゃとして遊ばれてるうちにだんだんとそういうものだって納得してるだけで。ウッディにも、西部の保安官、と辞任してた時期があったのかな。動くな、銃のおもちゃの引き金を引く。あれ、弾切れか、みたいな。自暴やけになってロケットで粉々になる死を受け入れた直後にウッディからの熱い説得でアンディの元に戻る決心をしたり、2の別個体もさっきまで殺し合いをしていたザーグが父親だと分かれば即パパ呼びしたりとバズシリーズは総じて立ち直りのメンタルが強い。バズにしろウッディにしろ、自分がアンディのおもちゃであるからこそ大事にされていると気づくきっかけが足の裏に書いてあるアンディの名前なのが良い。
産後の短編で1のバズみたいにおもちゃの自覚がないおもちゃが出てくるから気になったら DVD とか借りてみよう。チナ続編だが NTR もある。こうしてみるとおもちゃのメインキャラとヴィランは総じて一度は尊厳破壊食らってるな。ロッツォは必死に持ち主の元に帰ったら新しいおもちゃに NTR で、プロスペクターはスーパーの安売りの棚で他のおもちゃが売れて自分だけ売れ残っていくのを黙って見ていた。これ何が残酷って商品としては完全上位互換の自分と同タイプのピカピカの新品が自分の代わりとしているから、もう帰っても絶対に前のように愛してもらえないことなんだよな。愛を知っていたからこそ捨てられた時の喪失感が不快に口見へと変わったサウザーやクルーゼみたい。バズが自分のスペースレンジャーだと思い込んでたのは、電池式だったり3でロッツォ一味に設定機能を変えられて洗脳されたりしてるのが関係してるのではと思ったことはあるな。機械率の多いおもちゃだから自分のキャラ設定や認識に忠実みたいな。バズも人間の前では固まるし、スペースレンジャー設定としては巨大的寄生生物に対する死んだフリー。普通は何度か遊ぶうちにおもちゃの自覚、あるいは自覚芽生えなくても持ち主がスペースレンジャーの任務の上官、協力者って認識でうまいこといくのかな。宇宙の平和を守る軍人設定がうまく働いてるんだろうな。そこは持ち主を上官と認識、一でもアンディのことを君たちの上官と呼んでいる。しておもちゃとしてのルールは里に行っては里に従え的に現地の惑星のしきたりに合わせているのに近いんだろう。子供がおもちゃから卒業するのは決して悪いことじゃないんだけど、おもちゃ側からしたら辛いよね。だから保育園とかでまた遊んでもらえるってなったら嬉しいよね。アンディという上質な温室で育った子たちだったから、3の小さな子たちの乱暴な扱いには戸惑っただろうけど。バズのアイデンティティについてすごく真面目に分析した論文があるから興味がある人は読んでみてね。以下一部抜粋。遠いストーリーにおけるキャラクターのアイデンティティについて、エリクソンのモデルを用いてバズの状況を語れば、スペースレンジャーが個人的アイデンティティであり、おもちゃが社会的アイデンティティに当てはまる。バズは両者の葛藤を乗り越えて安定したただのおもちゃを自己アイデンティティとして確立しようとしていたのだ。問い1から問い2においてバズは青年期のモラトリアム期間を乗り越え、おもちゃ社会でどのように行動するかを他者との関わり合いの中で確立したと言える。このようにしてみるとバズはスペースレンジャーの人格をあらかじめ持っていたが、おもちゃの社会で成長し、ただのおもちゃという人格を手に入れ、以後もそれにのっとり行動している。つまりバズはただのおもちゃというアイデンティティを手に入れたといえる。このことからアニメにおけるキャラクターのアイデンティティは物語の過程で成立すると説明できそうだ。